はい、こんにちは、こんばんは。ゲーム動画で行こうです。トロネコ大冒険ライブ配信始めていきましょう。前回不思議のダンジョンに来ました。結構苦戦しましたね。まあモンスターハウスとかあったり、でも1回だけ生還することに成功しました。なので店も結構大きくできましたので、店をさらに大きくするとなんか武器を持って帰って、その武器で、プレイできるらしいです。そうしたらちょっとね、蚊の盾とか強化させて、プレイしていきたいなと思います。大工さん、そうなんだ。あ、開いた。止まると動かなくなるとラリホーなんだ。うん、どうやらその新しい拡大をしたんだけど、さらにこれ以上の拡大、物を置いていける、拾ってきたものを置いていける新しい店は別のとこに作るみたいですね。そうです、蚊の盾がすごい大事なんです。パンなくなっちゃうからな。しかも錆びないですから、防御力も落ちないですからね。はい、あ、奥にも誰かいる。ツイッチとスイッチで今回配信を、行っております。ん？ちょっと待った。落とし穴落ちたことありますね。あれですね、剣を一回だけ振れば、落とし穴とか罠が出てくるみたいですけどね。トラバサミとか。はい。ツイッチ、ぜひ、アカウントのフォロー、チャットコメント、お願いいたします。ツイッチ、チャンネルさ、ライブウォッチ、アンドアカウントフォロー、アンドチャットコメント、プリーズ。YouTube にアーカイブを残します。2日後、23日、21時頃に、プレミア公開であげます。ぜひ YouTube の方もお願いします。チャンネル登録高評価もぜひお願いします。YouTube please visit this live archive today's after up YouTube my channel subscribed and good button pleaseそしてツイッターもやっております。こちらもツイッチのチャット欄にアドレス記載してます。ぜひアクセスしていただいてアカウントをフォローお願いいたします。ツイッチマイアカウントフォロー&ツグッドボタンプリーズ。では、なんだこのおじいちゃん。そうです。一歩、チータ理論ですね。さあ、杖がいきなりやってきました。杖は正体がわからないので、
杖は振りたいですね。しかしまずはどうしよう。わからん。これ多分栗の杖やばいやばい、あバカ、なんで下がるんだ、下がったら攻撃だけされてしまいます。やっちまったな。腐ったパンだった。地獄民の巻物、腐ったパンもね、毒消し層があればね、使っても構わないですから。ドラキは恐れるんで待ち伏せが一番有効です。地獄民の巻物は敵が出ますね。どうです、敵だった、アイテムかなんかと思っちゃったや。インパス、ああでも今は使うところじゃない。薬草か、薬草使っちゃいましょうか。最大ヒットポイント上げられますからね。でも音切り草あたりは1個は残しといてもいいかもしれないです。またレベルは上がらない。誰もいない。ようやくレベルアップ。何もない。じゃあ下がろう。ここが最後の部屋かな。動かんよな、この時点では。まだお、やりました、ラッキー大きなパン。今盾は何も持ってないんですね。でも引き曲げましょう。引いててもしゃあないや。早いこと階段降りちゃいましょう。あ、嫌です。これ銀の矢か。一応装備はしとこう。ではあんまり盾だ。やった、蚊の盾です。無条件に装備。あ、攻撃しちゃダメだ。モモンジャだ、モモンジャ早い、動きが早い。あ、こういう時銀の指輪。レベル3にアップ。
空腹度が半分減りますからね。金シャナクか、シャナクいらんのだよな、そんなあんまりシャナク、自分のプレイスタイルだとシャナク使ってもしゃあないかな。あ、攻撃されてる。ってなんだ、特殊攻撃かな。例えばお化けキノコに振ったら毒の効果がなくなるとかかな。魔導士に振ったら眠りの魔法が無効になるとかあたりかな。まだ武器持ってないんですよね。起き出した。あ、なんだこいつ。まあ。アイテムを落としてくれるんです。あ、このイオの巻物は強い。一つは残しておきましょう。モンスターハウスで役に立ちます。あー、行きの間にか。最後は、あ、不用意に方すると命かかりますからね。後半はまあまだ大丈夫、そんなにクリティカルなダメージは食らわない。お、やだ。あ、矢がなくなってる。あ、また銀の矢復活。スライムか。こんにちは。これらはですね、食うと飲むと 5% 満腹度が回復し、嘘！これからもっと探そうとしてた、あの、時点なのに。わっ。いらねえじゃん。落ち着いていきましょう。え？ああ、何も被害は食らってない。こんなめくじ多いな。え、嘘。どうしよう。どれ行っても一緒だな。銀の矢を一本食らわしとこう。いや、装備じゃない。しまった。危ない、危ない。装備する癖があって。間違えると命取りになりますからね。モンスターハウスじゃない、アイテムもない。
36% か。次の回ぐらいからだろうな。まだアイテムがいっぱいなってないしな。何層があるんだ。火炎層は目の前に強力な鎧の敵がいた時ですね。さまよう鎧でも相当これ一発でやれますからね。特殊動作を封じるぞ。逃げていくのはピンチの時。どこまで効果あるのかわからない。まっすぐ歩けなくなるんだ。股間を攻撃しちゃうんじゃなかったっけ、メダパニソウって。こんにちは。レベルアップ。ただね、あんまりこの恐れて使わない方がいいかも。今んとこ作っとくか。ちょっと賭けですけどね。回復もしときたい。あー、お化けキノコだ。やっちゃったー。力が1落ちましたね。獲得しないといけないな。あ、で、出っ張りを必ずしも取らなくても OK。 もんじゃです。さあ5階に到達です。2匹敵がいる。多分勝って、あ、勝てないですね。勝てると思ったのが大間違い。ちょっと厳しいな。え？ルーラソーとかないのか。どうしよう。火炎層使うのもったいない。惑わし層を投げてみよう。は？ 2 回とも失敗。火炎層で良かったのか。火炎層使いたくなかったからな。愛情弁当いただきます。まあ死んで覚えるんです。あ、赤コスト強い。レベルアップしないとやばいな。足踏み危ねえ。追いつかねえ。85% 前さ。やばいな。パンがある。腐ったパンでした。レベルアップ。
動かんだろうな、このレベルだと石像は。装備してない状態の力は、剣の強さは0、4か。この指輪はインパス最優先です。ハペコの指輪とかありますからね。ここだった。今何を持ってるか、腐ったパンと大きなパンだな。あ、指輪だ。指輪は早くインパスの巻物を手に入れないと。あ、何もないか。じゃあもう2階下がるしかないですね。敵いない。世界だも後の面になると出てくるらしい。まあヴァンパイアサバイバーズもそうですけど、こういうローグライク系は死んで覚える方が大事かもしれない。死にたくないよとか慎重になるよりはいろいろ試してみることが大事。また指輪、寺尾明を手に入れた。あ、こいつ隠してやがる。今のままでは死ぬ。やばいんで、これはまだ戦わずに別のルートがないかどうかを検討しましょう。多分やった。矢とかあればね全然助かるんですけど、矢がないからな今。行き止まりだ。最初のところ何もない。コンボか。コンボはいらない。置いておこう。また指輪だ。でも指輪2つもいらんけどな。あ、スカラか。でもまだあれがないからな、盾がないんで。カノ盾来たら装備しましょう。
いな。早速装備。これで多分魔導士も倒せる体勢にはあるけど。じゃだけで、あ、来た。あ、でも普通にやられてはないんだ。いや、これね、だから腐ったパンを食って、あ、でもまだ早い。それはもったいない。腐ったパンを食ったらまだお化けキノコで減ってないのに。うわ、来た。強さは5、まあ、なかなかの強さですね。しかもこいつは錆びません。これは強い。なかなか有能な盾です。敵はいない。薬草は食っときましょう。最大ヒットポイントアップ。盾は強いよな。いらない。青銅盾投げつければよかったな。まあ置いときましょう。判断迷う原因になりますからね。草は惑わし草、滅ぶし草、毒消し草。毒消し草以外は本来なら敵に当てる草だよな。あ、打ってみるか。あ、眠っちゃった。そうそう、起きてくれ。いやー、なんだそれ。なんでこんなラリフォー食らうんだ。危な。木の芽を戻した。まあ、まだ死なないだろう。なんだったっけ、幸せを種って。ああ、でしたね。え、レベル4に上がったばっかりだよな。 OK です。普通のパン、まだ 96% あるんで、1番目にこの普通のパンを食いましょう。目つぶし、惑わし、アトラバサミだ。ウロコか。もう三日神手に入れてるから。ウロコは誰？眠られた。油断。お、やった、力の種です。これはもう無条件で食います。します。
行き止まりか。何もないですね。 82%。 あ、まだあれ下にあるんだ。なんかルーラソー、ピンチを解きはルーラソーですね。イオだ、モンスターハウスで使えます。行き止まりか。はい、行きましょう。これで地下5階。いきなりグールかよ。そう、グール分裂しますからね。稼働で経験値を稼いでくれます。分裂しよう。あ、しなかった。あ、お前はいい。化けキノコは強くなれば一発で倒せますからね。あ、え、いや、なんかドラゴンシールド強力ですね。強力なのはわかるけど、今は三鏡の盾があれば十分強いです。確かに三鏡は強いけど、あ、ドラゴンシールドは強いけど、三鏡でも十分強いですからね。パーが2つになりましたね、これで。何これ、鉄の斧？刀剣よりは鉄の斧が強いはず。あ、でも変わらないんだ。手は鉄の、どっちがいいんだろう。まあ、どっちでもいいや。鉄の斧の方が大振りになるから良くないのかな。有識者、ぜひ。え、ちょっと。これ反射神経のアクションゲームじゃないんで、チャットも歓迎いたします。This live please チャットコメント。あー、グール、いや、グールは分裂を誘います。レベル7に上がりました。どんどん分裂していくな。まあ経験値無限回路です。まあパンが持てばの話ですけどね。レベルは上がらない。そうそう、レベル上がるだろう。上がらなかった、最後まで。上がりにくくなってんのか。あ、39になった。パンを食べます。ほっか、もう投げ捨てたいもの。ドラゴンシールドがちょっと悩むんですよね。まあ悩まないか。
ドラゴン系の敵だとダメージが半分になるんです。行っていいのか。あ、よかった。罠があるかもしれない。ここはいらん。ブーラスはいらんとは言えないな。ルビーの指輪一個置いとくか。あ、行き止まりや。よかったよかった。3で錆びるかと思った。A ダッシュ72%か。刀剣はいらない。あ、いや、ちょっと待って、4の5だろ。あ、刀剣0でした。置いていきましょう。あ、クールが早くもいる。三菱層、ルーラ層、惑わし層、スカラの巻物か。でも、あ、スカラはやっていいんだ。やっていいのかな。メッキの巻物が早い目に欲しい。そうしないと落ちちゃいますからね、防御力が。これは即使いましょう。 68% か。階段か。59% だな今。何もない。上に行くしかない。あ、ここ行き止まりだ。ってことはぐらいしか何もないのか。あ、そう思うんじゃ。大きなパンが、あ、大きなパンもうないんだ。パンと腐ったパンのみか。強いです。あ、でも2発でやってる。結構強いな。武器は強い。火力はやっぱり大事だよな。意外と一発で破れますから、次の敵への対処ってできますからね。
また腐ったパンダ。レミーラか。使っちゃうからな。メッキだよな、今一番欲しいのは。何これ、いらない。あ、ワープするゾーンだ。やばい時あそこ乗ろう。必ずワープできるわけじゃないんですけどね。やっぱ火力だわ、このゲーム。思った、火力だね。でかい。多分もう一つがモンスターハウスとか。あー、やだ。オッケー。逆に倒すとすごいダメージもらえますからね。今木の矢が2本。装備しちゃダメです。で、銀の矢に装備を変える。パスがまだないからまずいな。リミーラは意味がない。あ、ダメだ、一発でまあ倒せない。木の矢が手に入ったんで木の矢に戻す。フルなんですよね。どこだ、モンスター。やべえ、地雷が、地雷とはさすがに良くないな、これ。こっちが先来るんだ。あ、鬼面同士結構強いんですよね。ここは一旦退却だ。なんだこいつ。これだ。レベルアップです。あれ、あれ、木の矢装備してるよね。あ、来た、バイキルト。持ってんのは、銅の剣か。まず、何かを、ちゃんと。破壊袋多いな、ほんと。あー、盗まれた。まあ、でも。あとは拾っときましょう。罠だけ気をつけて。あ、おとぎいそうだ。おとぎいそうはもっと来たいですね、そろそろ。パンを食う。腐ったパンは、今持ってるのは腐ったパンが2つ。
さあ、3つもいらん。あ、腐ったパン取った方が良かったかな。これで銀貫通する銀の矢を撃つべし。どうしよう、いらないものがなんかあったような気がするんだけど、目がたみめんた、金金千里万、あ、メッキきた、メッキきた、これは絶対あの最優先でメッキは読まないといけません。あ、悩むな。音切り層は絶対1個確保し、あ、そう、力の種だ。置いて力の盾でパワーアップ。金縛りか、金縛りも欲しいけどな本当は。うわ、イオだ、イオも1個欲しい。鉄の斧もすごい、置いとくか。なんだ、イオの巻物か。次の機械使うとして。あー、アメジスト指輪。今はちょっと早いかな。あ、どこにリーパッドがいるんだ。急に現れやがって。あ、地雷があるのか。用はないな。じゃあもう素直に7階っていうのもあるし、下っちゃいましょう。は、満腹度も下がっちゃいますからね。しかしね、困ったな。あ、また幸せだ。レベルアップ。あ、OK です。デミーラは罠も見ることができる。火力的にはすごい。こいつ死ね。あ、グールだ。 OK、 まあ空振りしとこう。一発でやっちゃったや。あ、戻れるやつです。これは絶対捨てないでおきましょう。となると、え、腐ったパンが3つか。3つもいらんな。一旦置いとこう。今なんでワードの食べたかっていうと、まあ満腹度を少しでも抑えたかったからです。さて、こっち側行ってないんだっけ。こっち行くしかないよな。
今レベル10か。これはもう自分いらないって判断して捨てたやつだ。あ、あれなんだ、あいつなんだ、君同士か。今勝負しなくてもいいとは思う。美味しそう。次行きましょう。敵はいない。メナパニソばっかりだな。まあいないんでメナパニソを食っときましょう。やっちゃった、毒矢だ。62% だからまだ食わないしな、腐ったパンは。おまけキノコはこれは食らっちゃいけません。ナイス、窓足そうか。だんだんとねこれ。選択に迷います。薬草はいらん。音切りそう持ってるからこれは最大ヒットポイントを増加に、使用します。3が効く。でもね、メッキしてるから大丈夫ということで。なんだろう、あ、いらん、いらない。パッドか。いや、火力はやっぱり正義ですね、このゲームは。だと思います。パッドか。決めな。あー、どうしよう、まだ取らんでおこう。死にますか。え、もし見つけて目標がわからんままだったし死にますからね。スモールグール、木の矢はないんだよな。行き止まりかな、それとも奥に。はい、行き止まりだ。レベル10か今。さあ、10階へたどり着きました。ベビーサタンってなんだっけ。ベビーサタンってなんやったっけ。あ、メッキはいらん。ベビーサタンもう来てるかも。3が効く。これ眠らせますからね、ベビー。
お、火炎草だ。火炎草は1個は欲しい。あ、ヒットポイント5も下がるのか。わ、早くも火炎草の出番がの前に、まだ早いか。あ、蚊の盾来たー。あー、蚊の盾は拾いたいが、未開の盾も持ってるから。ただね、ちょっと迷うな。あ、力が下がっちゃう。あ、イオの巻物はいる、いるかな。おとぎそうだ。これでここでおとぎりそう使い、最大、あ、あーっと、しまった。完全に回復してなかった。酸が効く。メッキはいらん。あ、行き止まりだ。あまり勝負しない方がいいです。錆びません。そうです、こいつは錆びさせるやつです。しかし蚊の盾はもちろん、三日を持ってた三日とか、なんだったっけ、やったりメッキを得れば錆びないんです。三日神は錆びなかったと思うから、メッキ別にいらかったよな。結構食うな。ただまだ、あ、あ、火炎草だ。どうしよう、やっつける。あ、バイキルト、バイキルトって剣の強さ上げるやつだよな。使いましょう。こいつはもう無視しといた方がいい。物盗むやつだからな、悪質だ。まあこいつは恐るに足りません。もうメッキしとけば。地獄耳を使うか。やばくなったらもうリエミトへ変えることも考えましょう。メッキいらん。ワープ、ああ、早くやっちゃいましょう。お金でした。
なんか結構複雑だな。あー、やっちゃった。は？なんで？まあ鱗も嬉しいことは嬉しいんですけど錆びないから、71% か。腐ったパンが今何個ある？ 2 つあるんだよな。毒消しを頼んで力の種を飲んで、これ力の限界が12に上がりまして、火力もアップです。あ、そうだ。どっち行くにしても、こっちから行ったらダメなんだ。いや、戦いたくない。火は装備。こいつは無視。うまみもないしな。また腐ったパンだ。あ、来た！インパス！初めてですね。あー、そんなに樹氷じゃないな。アイテム欄を消費しちゃいますからね。慎重に行きましょう。罠ってでも、いらんとは言えないじゃないの？抜けて、あ、罠抜けいるかも。装備しとこう。地雷とか効かないはず。いいよ、2発でやられましたね。あ、メッキはいらんのだ。こっちは用はないんで、こっちからか。上はあるのかな？なんかないな。じゃあもうお金だけ拾って次行きましょう。あ、いきなりのお化けキノコ。武田鉄矢。あー、 68% か。何もないよな、アイテム。くねった道。あー、なんだろう。いらないようだから。用が今一つだけ。音切り草が一つ。腐ったパンが一つ。二つか。いらんわけじゃないんだけどな。あ、行き止まりじゃなかった。あ、いらん。あー、盗まれた。今度はお化けキノコ。
面倒な相手と戦う必要があります。いいじゃないですか。おっと、しかし、鉄の矢、銀の矢がベストでしょう。これでお化けキノコをやっつける。は？あ、インパスだ。とりあえず一旦退避。なんかある、アメジスト指輪だ。何をこう目玉にそう、目つぶしそうこう置いて、でインパスで、あ、そうだ、しかし気をつけましょう。同時に1個しか装備できないんです。お前、あれ？大きく前ですね。何もないのね。うん、買いましょう。あ、23% や。急ぎを、三鏡。腐ったパンが今2つ。穴抜けの指輪もあるけど。穴抜けかな。いや、力の指まだな。足踏みしとけば基本的に問題ないです。メダパニソウは。よしよしよし、お金もどんどん増えてますね。メッキはいらん。なんとかの巻物はないんだ。ない、イオとかぐらいだもんな。あ、先先生攻撃食らった。痛いなぁ。敵は？銀は？
きの矢3本しかない。誰だお前。は？え、結構潰しそうは結構長いですね。目が潰れる期間が、はあ、やばいな。あ、そう、銅像か。銅像が動き出すとひとたまりもないからな。慎重にいかねばなりません。敵はいない。今持ってる指輪は、装備してる指輪は罠受けの指輪です。セニガンか。セニガンはあれば使いたいんだけどな。あ、でももう腐ったパン使っちゃおう。次の回でセニガンを使います。まあそろそろどんどん降りていった方がいいフェーズかもしれませんが、鉄やたくさん得てんな。また指輪だ。ああ、もしもしもし。あれ？あ、力の指輪じゃ、装備してるわけじゃないんだ。罠抜けの指輪にしてるから、戦うときはちゃんと力の指輪にしましょう。メッキか、いらん。って考えていい。何行くわこいつ。またアメジストだ。72% ですね。腐ったパンは、腐ったパンが1つしか残っておりません。三つ星草が2つか。強い敵そろそろ投げて使いたいですね。ちょっと待った。まずはまあ道具は力の指輪の方だよな。動かなくなったんで足止めを食らいます。ダメだ、これはこっちを切って。
あー、盗まれや、盗まれてしまった。38か、やば、ちょっとやばいな。ダメな場合はルーラスを使おう。ないんで、ここまでか。あまりリスクは背負いたくないし、こっちへ行くとキメラでは逃げられないんで、さあ終わりですね。ここで冷静に帰っていきましょう。新しいお店ができました。え、目の前にチュッするのはやばい。うん、知ってる。さんはすごい。京都ですね。京都人。まあとりあえず話しときましょう。なんだろう、助手かな。助手的ポジション。怖い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 。うちは誰かいる？いますね。城ですね、まさしく。パス日本。ですね。頑張れ。ということで、もうこれ全員喋ったんで、もう京都人になりきって。左から置いてけるんだ。鏡も置いとこう。何がいいんだろう。腐ったパンとかいらんしな、別に。千里眼。綺麗な指輪は別にいらん。もう売っちゃえ。わら抜けの指輪かな。で置けるんだ。鉄の金庫は置いたら毎回あれするのかな。
ドラゴンシールドぐらいかな。そうですな。三日神、メッキ済みの三日神を、と、一個しか持てないのか。王様が教えてくれてんのか。カノタテ欲しいですね。カノタテを育てていきたい。あれだ、事案だ、事案。結構ヒント、変化の杖か。何を言ってるんだ。こいつバンシロ酔っ払いですね。いました。そうかな、勝てるかな。眠っさい。格好の良さも大事。あ、そうか。幸せを杖なんだよな。幸せを種なんだよ。レベルは上がる。なんだろうな。行きましょう。三日神を装備した状態でスタートです。あ、早くもパンダ。悪くないスタートですね。まだ使わないですけどね。
ちょっと待って、あーまあ武器やから3ですね。武器はまあ写楽使ってもいいですし、豆腐はまあいいかな。写楽使ったら呪いも解放されますしね。じゃあミス、知ってもシャークみでも武器そんなに重要じゃないんですよね。武器より防具、顔より太もも、あやばい、おおレベル上がったが、今大きいパンが2つあるんで、今は気持ち、あそうだ、危な、もう全部見てるんだ。大ナメクジも結構火力ありますね。まあラストの冒険っていうことになります。こいつを先に倒そう。 OK です。買えそうだ。セネガ早くシャナコが欲しい。デビルイヤーは地獄耳、まあ降りよ、何もないんで降ります。鏡の盾一本で決めてるんで、あ、そう、動くか。千里眼って二つ目だ。
あ、ダメだ。敵は？あ、飛びそうか。今のうちは飲んどきましょう。メッキされてるっていうかいらないね。じゃあメッキは置く。置く？いや、まあまだ持っとこう。え、もう？赤の盾の方がいいですよね。だから。カットだ。あ、ちょっとあの酸が効かない。あぶね。うそ。は？え、嘘でしょ？うわ、三日神の盾を失った。悔しいよ。これはひどい。力の指輪を持っていこう。力こそ正義。すぐ死んでしまった。僕が正義ですね、このゲームはやっぱり。まあ、結局戦うのは自分一人ですからね。火力を上げとけば。あ、間違えた。あー、もったいない。最大ヒットポイントを上げる、あ、上げなかった。何これ、スカラーあれがないと手に入らない。盾がないと意味がない。あ、いや、あるけど何もない。
素敵だ。二度効果があるって言っても正規かどうか分かんないもんな。はい、装備装備プラス1、火力は高いな。最初のうちは攻撃は最大の防御。一発でやっちゃいますからね。お、やった！川の盾を手に入れた。これをどんどんと強化していきましょう。インパスは何もない。今使えるものは何もない。パンは大きいパンだけか。ん？誰？3階です。あ、やった、大きなパンだ。大きなパンは2つあればまあ十分でしょう。買えそうだ。正規か。え、あ、そうだ、スカラー使おう。生還したいな。リレミと巻物が欲しい。インパス2つ目。は？いきなり？嘘。助かりましたね。インパス、インパス3つ目だ。さすがに3つはいらんと思うけど。は？あ！アイテムがなくなった。来いよ来いよ。レベルアップです。10%、普通のパンはないですね。来いよ来いよ。おとぎり草をここで飲みます。
イオをも、イオ持ってるんだよな。イオは持ってるな。OK。3回でも出るんだな。潰すぞ。三が効かない。素晴らしい。いきなりモブスターハウスかよ。モンスターハウスだらけだな。いらない聖堂は。あ、今2つ折ってて呪われてるデメリットを考えればこれですよ。やっぱりあ 42% だからすぐパン食おう。特屋じゃなくてよかった。またインパス。インパス4つ目。そうでしょ。さすがインパス多すぎ。キラ35本。ルーラソーダ。あ、リレミト。リレミトゲットだぜ。なんか捨てないといけない。何を捨てる？大きいパンが2つ、腐ったパンが1つ。なんで？あ、捨ててないんだ、腐ったパンを。そう、インパスやな。インパス3つもいらん。うわ、はぐれメタルの剣だ。グー7か。あー、毒霊が。なんで、こういってはぐれメタルの剣を装備ですね。
金銀パールプレゼントでインパス。いらない。すごい。あれ、モンスターハウスじゃないの、どうせ。言いたいとこやけど、何をメッキする必要はないから 81% か。うわ、あぶねえ。マナも多いんだよな。メッキいらんわ。パンを手に入れる。悩むなぁ。インパスが2つ、ルーラソーが1つ、腐ったパンかな、腐ったパンかな。サンが効かない。うん、鉄の矢欲しいが枠が埋まっちゃう。97%か。
うん、やっとこう。指輪とかあればな、インパスで鑑定するんだけど。ブーラソーって持ってない。1個持ってる。一発やった。わあ、ドラゴンシールド欲しい。ドラゴンシールド、切ると。今何持ってんだったっけ。これ見たら置けんか。置いて、そうか、もっと着たい。大きいパン街は3つもあるんですよね。なんでその辺では余裕です。目つぶしそうかな。そして7回、いきなり。すごいな、大きな。インパスじゃない。地獄民には巻物を呼ぼう。パンはもう十分ですね。最大の防御。インパス読もう。ドラゴンシールド用に。強い。間違いなく強いが。ちなみにドラゴンシールド2は？ああ、増えるんだ。まあでも。
強いですからね、結局。敵とやるときは。力の指輪だ。力の指輪3がありますが、力の指輪もう確保したのか。だから持ってても仕方がない。出たっけ？リエミと思ってますね。くそ、お金が。ルラソン2つあんのか。じゃあ、今はいらない。いらない。って持ってないのか。まあ、おとぎりそうじゃないとそんな意味ないしね。最大ヒットポイントを取ります。強くなる。いらないものはないな。ドラゴンシップ装備しとこうか。盾を装備。大きなパンって4つあるんだ。まあ、まず困ることはないからな。火
火力がちょっと不安があるな。防御力は高い。そう、目つぶしそう、目なぱいしょう、目すりそうか、グラそういった飛んじゃうしな。これ鉄を矢を、トギリソウは使わず確保しときたいですね。制約されてるとこがまあ問題なんだよな。やっちゃいましょう。ギリソは持ってないけど、さあ地下10階、あの鉄のあれがあるんで、一つ枠を
埋めなきゃいけません。鉄打つか。鉄熱いうち打て。何を捨てるかですね。大きいパン食べちゃっていいんじゃないかな。だって今可能盾装備してるわけでしょ。あ、しまった。怖いなぁ。押さえた。これで最大ヒットポイントがアップ。あ、おとぎいそうだ。最大ヒットポイントまたアップ。銀の矢か。返そうか。金海とインパス、鉄の金庫、地獄耳。いらんよな。金の矢があれば嬉しいけど。スワイダー。あ、正規の巻物だ。いるよねー、これは。大きなパンが3つ、ドラゴンシールド。モンスターハウスで聞くのは正規の巻物ですからね。敵はまだ現れた。あ、盗まれた。インパス。インパスな。何も使えないもんね。
普通のパン、あ、大きなパンだ。地獄ミーだ。いやー難しい。判断力が問われます。腐ったパンはいら、腐ったパンは間に合ってるんで、あ、力を立て、あ、力を立てか。え、これってあれがないと力の最上位は上がらないからな。あ、盗まれた。あまり食らわない。まあ食べとこうか。何もしないよりはいいか。12階です。なんかもう順、水気を落としちゃダメなんで。モンスターハウスはなし。ここでインパスを使うと思ったら消えない。あれ使っちゃうのか。レベルアップ、レミーラか。まあいらんよな。ってことはここだけか。あとはトラバサミとかいろいろ見えますね。見える。ああ嫌だ、こいつは戦いたくない。あ、なんか罠とかも見えます。13階。こいつ
溶かそう。イエティ4人4体組。内地からの種ってなかった。あ、取らないで終わったんだ。取ってもよかったんだが。持ってないんだよな、インパス一つありますね。聖域があるんでルーラスを置いといて、これをインパスで鑑定か。あ、遅くするやつだ。ダメダメダメ、こいつはまともに勝負しちゃダメ。こいつだけはダメ。計画は狂っちゃいますからね。え、どこ？あ、奪われた。おまけ普通の矢が飛んできた。はあ？うわぁ、薬草もなくなっちゃったよ。これ、金縛りか。ではないよ。潰しそうでも使った。金縛りの巻物ってなんだ？周りは声、声、なるほどね。あ、くそ、逃げ上がった。イエティセット。千里ガムか。倒しとこう。そう、使おう。どこにあるんだ。まあ、イエ
ティは良いなの。戦わない方がいいよ。やばいよ。ルーラソがもうない。変えそうしかないな。あ、盗まれた。動きが早いよな。まともに勝負しちゃダメだな。69%か。ドラゴンシールドいらんけどね。投げとこうか。あ、敵じゃなかった。15本か。レベルアップ。これは絶対あれだ。お、また大きなパンだ。お、どっけしそうです。あー、持っといた方がいいけどな。これで力がアップ。あ、動く石像だった。なかなか戦えてる。50しかもらえないのか。
まり良くないな。あー強い。危な。おとぎそうだ。ボイアスの杖とかは大事かもな。とりあえず置いといて、トギリソウを飲みましょう。これ90になった。戦いたくないんで、キーパンばっかり。スーパーいらん。2つ目だが、あ、ワンハンドじゃん。なかなかスタミナあるな、ワンハンド。まあ経験値を稼いだのでよしとしたいところ。まあ、力の限界上がったんだけど、上がるとともにヒットポイントも上がるのかな。あ、ゴールドだ。ゴールドは強い。まあ掴むだけだからいいでしょう。ちゃお。いや、なかなかあれなんですよね。強いかも。しぶとい、強いっていうかしぶといかも。いや、勝負した、勝負しない、相手にしない。40もらえるんだから、窓ハンター美味しいですね、これ。またレベルアップです。正規だ。メッキはいる？あ、メッキはいるか。あ、選べないんだ。ドラゴンシールを正規の、あの、あれしようとしたのに。20しか得られないからな。やっぱりコスパ悪い。増えた。はあ。トキリソウは。はあ。
ルーラソーかな。ルーラソー持ってない。消えました。あ、は、あ、あ、そうか。そう。インパスが今二つか。今度こそあのミスしないように置きます。そしてドラゴンシールドを装備して、その上でメッキをする。 OK。 これ余裕だったら大きいパンドラゴンシールドへ最初からいいんじゃないの。行き止まりだったんだ。まあ、まあ、マドハンドをやるのも。なるほどね。矢の数はご覧の通り。鉛の杖だ。千里眼読もう。オーミオスを振る。そろそろ
ここでインパス使わないとダメ。封印ってなんだ？あ、封印は大事だな。大事です。で、すぐ力の種を読む。いい流れになってんな。13ですね、今。寒いよ。無視ですね。ここでは打ち負けてないよ。カートドラゴンか。しぶといな。行き止まりか。なんかの巻物ある。金縛りインパス聖域27階まで行かないとないからな。頼むか、泥人形だけはやめてほしい。シャドウか。結構経験値入れる。は？まあまあ経験値稼げますからね。あ、くそ。あいつは相手したくない。ストップ。シャドウへかなうかどうかわかんないや。マリコン。リエミとは1個持ってるからいらない。
あ、なんか強いやつがいる。ルーラソはないんだよな。19% になってる。ボミウスあと2回か。2回、2プラス1だよな。あー、泥人形に遭遇しちゃったや。あー、よかった。レベル落ちなくてよかった。会いたくない泥人形。もあるか、もしもの時は使ってもいいかも。やった、レベルアップ。いらん。ここもなんかある。ギガンテスタ。まあ、まともに勝負しない方が。と見せかけてかな。欲張りすぎた。なるべく
これは辛いな。ギガンデス退治に欲張りすぎてミミックにやられてしまった。なので、カの盾を失ってしまいましたね。カの盾とか、力の指輪とか。内緒だよ。ここに誰かいる。20回か。あれさっきリリミとあったけど、それが20回のやつだったんだ。27回なんで、聖域使ってもよかったかな。なんだろう。バーに行こう。迷宮みたいなもんだ。ことを言ってる。天丼はダメ。まあ、負け予想ですね、これは。次はちゃんと生存して行かなきゃいけないと思うんで、そのように頑張りたいと思います。ということで、今回ここまでにしときましょう。Twitch で配信を行いました。 Twitch アカウントフォローチャットコメントなどぜひお願いします。 Twitch ライブウォッチ&アカウントフォロー&チャットコメントプリーズ。この動画2日後の21時23日の21時に YouTube にアップいたします。日曜日の午後9時ですね。 Twitch のチャット欄にその YouTube のチャンネル載っております。ぜひアクセスしてください。チャンネル登録、動画の高評価もお願いいたします。 YouTube マイチャンネルビジット This live movie Today's after upload YouTube マイチャンネルサブスクライブド&グッドボタンプリーズ。そして Twitch をチャット欄、Twitter のリンクも記載してます。ぜひアクセスしていただいて、いいね、それからアカウントフォローお願いいたします。 Twitter マイアカウントビジット&グッドボタン&アカウントフォロープリーズ。ということで、トルネコ大冒険4回目のライブ配信お届けいたしました。いいとこまで20回超えてたいものの、ちょっと欲張りすぎて最後やられてしまいましたね。なんか未開の盾や強化した蚊の盾失ったのは痛い。ドラゴンシールドもあったのにな。メッキした欲張りは良くないです。ということで、以上になります。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画で行こうでした。